はーし。現在ナギ平原上空、準備はいいか。目についたやつ連れてこい。片っ端から全員集合。集めるわけか。何してるの？ステージに設置する超大型スフィアスクリーンを設置。ユーナの姿を投影すれば後ろの方からもよく見えるし。シンラ君の発明？ふふん。通信スフィアの分長。結構通信入ってるし。すごいね。ふふふん。宣伝中の出撃完了。宣伝中。もめだん、愛情入りだ。よし。ね、また通信スフィアを何度も何度も見ないといけないから、ここまで終わったら今日はやめとこう。あれ結構長丁場になるぞ、見るだけっていうのも。いいか。連打すればいいんだな。いつからすんの？連打。連打いつすればいい？じゃあ連打しろ。連打しまくれ。うー。でやあ。とにかく連打しまくる。どうだった？はあ、ちょっとエグザイルっぽかったぞ。よーし、決まった。よし、もうすぐだね。お客さん来てくれるかな。そりゃ来るでしょ。雷平原埋まっちゃうよ。でもさ、何歌うの？ねユーナンが作ったの？作ったっていうか、気持ちが流れ込んできて。レンかな。だと思う。またかいつか。どんな人かは分からないけど、少しずつ伝わってくるんだよ。彼女が何を感じていたのか。思いの。そう、かけらだね。レンの思いのかけらをつないで、ユーナの歌を作り出す。そんな感じ。お、リュック詩人だね。へへーん。もうすぐ到着するよ。私たちだけ先に下ろして、飛空艇であちこちの客を運ぶってさ。しばらく飛空艇に戻れないんだ。そういうこと。準備が必要だな。まあ通信スフィアを見ないといけないな。
よし、オッケー、行くぞ。よし、通信スフィア見る。